さんこんにちは。今回は今はなき185系のオダリコ号に乗ってきた動画です。なんと大船駅で待っていたら、前回登場した信濃鉄道 SR1系が公私輸送されていきました。これから中央本線を走って長野に向かうんですね。ということで今日のメイン、オダリコ号に乗ります。いよいよ、なんて。入線してきました。今回は自由席に乗ります。ちなみに今の踊り子号は走っていますが、長くても14両編成、東海道線最強の15両の特急も見納め、でも11号車に乗ります。車内通り抜けできないので、中間にも車掌さんがいますね。大船駅出発。さあ、ここでお楽しみタイム。旅行のお供といったら駅弁。崎陽軒のシウマイ弁当。これ安い割に美味しいから最高。後ろを見ると長い。横浜駅に近づくにつれ、相鉄の電車と並走。このネイビーブルー塗装かっこいい。横浜駅に到着。横浜駅を発車。川崎駅到着。川崎駅発車。この何とも言えない風景、エモい。この窓ガラスに映る185系すごい。品川駅に到着。6番線ドアが閉まります。ご注意ください。高輪ゲートウェイ駅通過。あ、山手線に抜かされた。終点の東京駅に到着。長かったようで短い乗車だった。連結面、なんかここだけ白幕だったと思ったら、こっちは電気すらついてないじゃないか。ここからもわかる白幕、ご表示なのかな。電光掲示板を見てみたら、これは185系ではないか。社員さんが作ったのかな。185系も愛されているんだね。レトロさが残る185系踊り子号で熱海、伊豆急下田、修善寺へ。だってでも今はもう乗れないけどね。ということで今日の動画はここで終わり。バイバイ。